さあそれでは、ご挨拶の中でも少しずつ、おっしゃっていただいてはいるんですけれども、ここで役柄さらには、撮影現場の様子について皆さんにお伺いしていきたいと思います、ではまず、三浦春馬さんから、はい、お伺いしていこうと思いますが、初の今回は逃亡犯役ということで、はい、1話ごとにアクションシーンもありまして、ハードな撮影の日々と伺っておりますが、ここまでの撮影振り返っていかがでしょうか。確かにハードではあると思います。毎日逃亡劇ですから、走り続けていますし、で今現在でいうとまだその大きなその展開ということをいうそのストーリーはまだ撮影していないんですね。なのでほぼ一人で険しい表情だったりとか苦しい感情だったりとかとこう向き合ってはいるんですけど、昨日久々に出演者の皆さんとお会いできまして、会っただけではなくて芝居もできたんですね。それがもういかに嬉しかったかずっと寂しい思いはしてたんですけれども、でも、時折ね、花ちゃんが現場に来てくれて、ある、設定があるんですけども、でそこでかなり癒されたりもしますし、それだけではなくてスタッフとのコミュニケーションもすごく円滑で、皆さん初日からスタッフなんか特にもうチームワークが取れていたので、スタッフのちょっとした会話なんかで、なんかこっちまで笑顔になってなれるような、そういういい雰囲気の現場でして、だから時間を重ねるごとにそういう効果もあり、そのキャスト陣もスタッフ陣も打ち解けて、とてもいいチームワークが今取れてるんじゃないかなっていうふうには感じてます。そのいい雰囲気の中でも一つ見どころであると思うのが、役の中ではございますが、花ちゃんとの親子関係というところもあると思うんですが、そうですね、娘との時間はいかがでしょう。しびれます。すごく癒しになってます。もちろんその父親役というのは初めてですけれども、今までその大げさではなくて感じたことのない、本人を前に言うのもあれなんですけども、癒しな、なんだろうな、なんかこう感情というか、なんかこう雰囲気に包まれて、なんかこう毎日過ごしてる感じがあって、で撮影に入る前なんかはここまで笑っちゃうよねここまでなんかこうなんか首ったけになる感じはないんだろうなって思ったんです。なんですけど最近ですね、写真を一緒に撮ってるものが何枚かありました、現場で。でそれを待ち受けにさせてもらってそれで現場の合間にふとした瞬間にこう時間を確認するごとにこう見れるので、それが本当に心の支えにもなり、そしてモチベーションにつながってます。実の親御さんにちょっと何て言ったらいいかわからないんですけれども、疑似体験として、いい経験をさせてもらってます。本当の不正もね、ちょっとなんか芽生え始めてるような感じっていうことですよね。はい、ありがとうございます。さあ続きましては、芳根さんに、お伺いしたいんですが、今回は初の検事役ということで、映像や写真なんかを拝見してもすごくこうキリッとした表情というのが印象的なんですが、実際に撮影された映像ご自身でご覧になっていかがですか。あ、こういう顔するんだって自分でも思うくらい、すごくなんか新鮮に感じてます。なのでぜひいろんな方に驚いてもらえたらいいななんて思ってます。そういう意味では三浦貴大さんは芳根さんと今回共演が5作品目ということですが、そうですね、今回のこの大人の感じの芳根さんいかがですか。そうですね、初めて共演した時がまだ芳根さんが17歳とか高校生でした。で年に1回ぐらいのペースで共演させていただいてるんですけどはい、だんだん本当にこう大人になっていって、いや一番初めにお会いした現場の時とかはロケ現場を元気に駆け回っていたんですけど、全然撮影以外の時になんか落ちね、花ちゃんと一緒だよねいやそうだったんですけど、本当になんかこう検事役で落ち着いた女性の役がこんなに似合う方になったんだなと思って、なんかいや お父さんじゃないですけどちょっと、はい、ちょっと感動しております、はい、成長を実感されているというところなんですね、はい、ありがとうございます、続きましては、比嘉さん、はい、先ほどもお言葉ありましたが、連続ドラマの中では、はい、初の母親役ということで、クランクインの前にはその母性をにじみ出していければなんていうお言葉もあったんですけれども、はい、こう花ちゃんとのシーンを実際に重ねてみていかがでしょう。そうですね、本当に私自身今までなんかこう自立した女性とか気が強い女性の役柄が多かったので、なんか強さばかりが出てしまって、なんか母性とか優しさ出るかなって思ってたんですけど、もうダメですね今見つめられたらもうダメです。なんでしょう、溢れ出ちゃいます。なんかもう母としてよりも若干もうこれは恋なんじゃないかって思うぐらい、現場でもずっと目で追ってしまうし、なんか常にこうそばにいてほしいし、で撮影終わってじゃあねってバイバイした後はなんかちょっとなんかこう心がキューってなるんですよ。もうこれは恋だなと思ってます。母性を通り越えて、それぐらいくるみちゃんだからこそですね、彼女がもう本当にそのまま純粋にそのままいてくれるからこそ、その空気を浄化してくれるというか、優しく包んでくれるというか、うん、一番のアイドルじゃないかなと思ってます。助けられてます。ありがとう。どういたしまして、はい、ありがとうございます、そして、本来であればこのすみれさんが恋をしているのは、三浦貴大さんが演じる、有馬弘忠と本来であればいうことなんですけれども貴大さんが演じられている今回有馬役は、主人公刑事役であって、刑事の現場は男ばかりのシーン、はい、で、一方で病院では比嘉さんや、くるみちゃんとのシーンがあったり、いろんななんかこう高難幅広い役を求められている印象がありますが、いかがでしょう今回は。いや難しいですね本当にでも、場所が全く違うので、そういう面では一般の方が僕は分かんないですけど、こういろんな顔を持ってると思うんです。普段仕事してる人って仕事の顔と、家だったり友達といる顔っていうようなのがあると思うので、そういう部分を自然にやれればいいのかなというふうには思ってまして、でもちょっと刑事っていうのがすごく、特に、事件を追ってる最中なのですごく厳しい仕事の最中ではあるんですけど、そういうところでメリハリをつけられればなとは思って難しいなと思ってたんですけど、くるみちゃんみたいなもう可愛いからもうダメですね。もうねすぐ顔がニヤニヤしちゃってでもたまに僕のことパパって呼んでくれるんですけど、そうなのすぐ直すんですよ。なんかパパ間違えたおじちゃんって呼んでくるんですけど、寂しいからやめて、パパで通していいからね全然やだ。でもおじちゃんだからねごめんね、まだおじちゃんから、まだおじちゃんでした。はい、